こんにちこっこ、大型のこっこです。今回はいつもの動画とは違いラジオ形式でお話しさせていただきます。私は過去に職場がストライキを起こしたり潰れたりなど、職場には恵まれなかったけど友人には恵まれていると思っていました。過信しすぎたのかもしれません。その分ショックが大きかったので、視聴者さんに相談に乗ってもらいたいと思い動画にしました。では早速お話ししたいと思います。サムネにある通り、私は学生時代の友人と絶縁しました。絶縁に至った理由は、結婚の報告をしたら鼻で笑われたからです。絶縁した経緯をお話しします。いろんな登場人物が出てくるので、絶縁した子を分かりやすいように絶縁ちゃんと呼びます。絶縁ちゃんの性格はサバサバしていて、女性では珍しい秘密主義でした。絶縁ちゃんは彼氏ができても秘密にされ、私の恋愛事情を引き出すような人で、私が絶縁ちゃんのことを聞いても答えたくないと、自分のことは話さないのに他人の情報は知りたいタイプでした。絶縁ちゃんのいいところは、自分の情報は言わないので、今の言葉で言うマウントを取ってくるということはありませんでした。絶縁ちゃんとは卒業後も二人で遊んだりする仲でした。絶縁ちゃんは20代前半で結婚・出産をしました。絶縁ちゃんは秘密主義なので、結婚したことはこの後に出てくる友人 A から聞きました。結婚祝いも出産祝いも仲が良かったと思っていたのでしました。その後何度か会いましたが、2度の出産で育児が大変だと思い誘いづらく、コロナ禍もあり会わなくなりました。時は経ち、私は30代前半で結婚をしました。私が結婚をし、即連絡をするか悩みましたが、年に1回会ってないし、結婚祝いをしてほしいみたいな受け取り方をされたら申し訳ないなと思いました。そもそも絶縁ちゃんが結婚すると他の人から聞いていたし、絶縁ちゃんだけでなく他にも 2,3 年に1回会うような友人もいるので、平等に皆が見られる SNS だけの報告にしました。これが悪かったのでしょうか。数ヶ月後、友人 A の結婚式がありました。友人 A は絶縁ちゃんと親友のように仲がいいです。昔は私を入れて3人で遊ぶこともありました。友人 A と私は共通点も多く、ここ数年だと最近2人でしょっちゅう会います。友人 A は私に結婚式と二次会にぜひ来てほしいと言われましたが、共通の友達が絶縁ちゃんしかいなかったので、席は隣にしてほしいと言いました。私は育児で大変な絶縁ちゃんに久しぶりに会えるので楽しみにしていました。直接会って結婚報告ができるとも思っておりました。いきなり絶縁ちゃんに会うのもなぁと思い、結婚式の前日に、結婚式と二次会に行く?と連絡を取りました。
返事は来たのですが、いつもと違って素っ気ない文章でした。今思えばこの時には前兆がありました。結婚式当日、私は結婚式場で一人で待機をしていました。一緒にいてくれると思っていたので、絶縁ちゃんを待っていました。しかし、絶縁ちゃんに会うと、あっという感じで、よそよそしい態度を取られ、他のグループのところに逃げるように行ってしまいました。私は、え？なんで避けるの？と、かなり傷ついて、数分一人で考えました。そして心を入れ直し、私は負けないと思い、積極的に絶縁ちゃんに話しに行きました。そこには何度か会ったことがある友人 B がいました。絶縁ちゃんは友人 B に、ずっと会いたかったなどひっついていました。友人 B は私に声をかけてきて、結婚したんだよね、おめでとうと言われました。友人 A が話したんだと思います。その時、絶縁ちゃんは黙り込んでしまいました。その時の顔は忘れられません。絶縁ちゃんが私の結婚の話題に触れなかったので、絶縁ちゃんを呼び出し、二人で話をしました。私、結婚したんだよね。そうすると、絶縁ちゃんは鼻で、ふっ、と笑って、小さい声で、え、と言って会話は終わりました。え？びっくりした時って無反応になるんですね。今のところ会っていないので、プレゼントはもちろんありませんし、おめでとうの一言くらい言えないのかと衝撃でした。お祝いの気持ちがないにしても、社交辞令でもいいので、言ってほしかったです。なんで言ってもらえなかったんだろうと考えすぎて、友人 A には申し訳なかったのですが、式どころではなかったです。すべて台無しにされました。そして、二次会で衝撃的なことがありました。実はこれが絶縁したきっかけです。友人 A の男友達が二次会だけ参加をしていました。男友達と絶縁ちゃんと私は知り合いでした。二次会会場で私と絶縁ちゃんは少し離れたところにいました。男友達と絶縁ちゃんが、話してるなぁと思ったら、絶縁ちゃんは、結婚したって聞いたよ、おめでとうと、猫なで声で言っていました。サバサバした絶縁ちゃんがこびる声でおめでとう？しかも絶縁ちゃんは自分から結婚おめでとうと言えるのです。本当に嫌味にしか聞こえなかったです。結婚式と二次会もほとんど記憶が塗り替えられました。他の友達にこの件を話したところ、絶縁ちゃんの気持ちわかるよ。独身は置いていかれたと思うからね。と言われましたが、え、その子結婚してるし二児の母だよと言うと絶句していました。そこで皆様にご相談があります。この絶縁ちゃんに傷つけられたことを友人 A に話すべきでしょうか。友人 A と絶縁ちゃんは親友です。親友だから言わない方がいいのかなとも気を使ってしまいます。結婚式後この二人は会っていると SNS で見ましたが、私は結婚式以来友人 A とは会っていません。今までだとまめに会っていたのになぜか不自然です。もう絶縁ちゃんとは
会うことはないだろうと、今は精神的に落ち着いています。アラサーで友人一人失いました。しかしありがたいことに他にも友人がいるので、親しき仲にも礼儀ありという言葉を忘れずに、友人を大切にしていきたいと思います。ショート動画でもこの話を端的に動画にしたのですが、コメント欄での励ましのお言葉ありがとうございました。コメント欄でもあったのですが、私はどんな状況に置かれてもおめでとうと祝福できる人でありたいです。最後までご覧いただきありがとうございました。私は頭でっかちな部分がありますので、ご意見がありましたらコメント欄までお待ちしております。